皆さんこんにちは、ミッケル写真道場北川孝之です、今世田谷の三軒茶屋にある、キャロットタワーに来ています、このキャロットタワーの3階4階に生活工房ギャラリーというのがありまして、そこでミッケル365日展というのがやっております。ポスターがなっております。3階4階に来ています。この世田谷のキャロットタワー3階4階は生活工房といって、3階には区役所の出張窓口がありまして、その横がちっちゃいギャラリーになってます。そこで、ミッケル365日展の、ちょっとしたイントロダクションの、コーナーを作りました。はい、ここが、3階です。上がってきたところに世田谷文化生活情報センター、英語で言うと世田谷センターですね、があります。そこでこうやって日経365日展という形で、貼り出してやっております。入っていきたいと思います。入りますといくつか、このようにバナーが下がっておりまして、そこで、今までどんなことをやったかのイントロダクションが流れております。そして壁面には写真がいっぱいあります。ミッケル365日展とは一体何なのかをちょっと説明したいと思います。アーティストと探す人生の 1% という話題が出ております。これは基本的に1年間写真をとにかく撮って、それをもとに展覧会をしようというプロジェクトです。2016年に、参加者募集のチラシがありまして、このように募集展覧会を年末にやります。そして2017年1月1日から撮影を開始して1年間写真を撮りまくると。そして、1月3月5月8月10月12月と、ゼミっていうのが2ヶ月に1度ありまして、そこでそのゼミ 4名のアーティストがいるんですけど、それぞれ班ごとに分かれてどういうような写真を撮るか、そしてどういうふうに作品として落とし込むかっていうような話し合いをずっと丁寧に進めて、そして今年の2月24日から3月18日ミッケル365日展という大きい展覧会を開くという、そういう流れになっております。でここには、会場図面がありまして、その周りに、それぞれ、2016年12月に書いた願書が、貼ってあります。はい、でこっちには、その展覧会の目的とかそういうものが書いてます。参加者は班ごとに分かれてアーティストと楽しく過ごすと、次からとにかく写真を撮る、そして最後は、展覧会をアーティストと一緒に作るというような参加がありまして、このように進みました。ここにはミッケル写真道場のイントロダクションがあります。そもそもミッケル写真道場っていうのは、1日に約1000枚ぐらい、たくさんの写真を撮って、それを即日映像にして高速スライドショーにします。そしてすぐ発表するっていう、そういうような、ワークショップ、道場って呼んでますが、ワークショップになっております。で、このような感じでちょっと映像的手法を使ったり、あるいはどういうものを、写真を撮ろうとしたのかっていうのを、たくさんの写真を撮ることによって何を見つけたかっていうのが、それぞれ分かるので、それを即日発表会として、プレゼンテーションし合うっていう感じです。はい、そしてこの会場壁面にはこのようにたくさん写真があります。これは22人の参加者が去年2017年1年間に撮った写真を全部ここに見せております。これがここ今3階なんですけど、もう一個上の階4階になるとそれのデータが作品になっている。でここにはバナーでは、去年どういうようなゼミがあってどういうことが起きたかっていうのを、文章としてまとめております。はい、こちらこっちに貼ってありまして、そしてここに大きいモニターには4人のサポートアーティスト、青山さんと北川孝之の私と九州で田野太陽、この4名の、ゼミ先生がそれぞれのゼミの、CM を作るということで、その CM が流れております。今青山さんの紹介、ゼミ紹介です。それでは、ここは、区役所の窓口に置いています。
1365日ですので、ガンガンです。アーティストと探す人生の1月24日から3月18日です。おはようございます。おはようございます。こちらバナーが